ーの演奏も息ぴったりだね。そうね、難所もよく弾けているわ。ただみんな少し何かを気にしているような。ねえねえ、ミクちゃん、ルカさん、今のどうだった？ああ、そうね、とても良かったと思うわ。やった、ルカさんに褒められちゃった。ソロ練習頑張った甲斐あったね。そうだね。やっぱりなんだか様子がおかしいわね。いつもより元気がないみたいだな。あー、もうくっついてくるのよな。いいじゃんいいじゃん。あれ、レン君、リンちゃん、どうしたの？また喧嘩？もうほぼほぼにしなよ。喧嘩じゃないって、一緒に練習しようって言ってるのにレンが嫌がるんだよ。だから今日は一人で練習したいんだって言ってるだろ。なんで後からくっついてくるんだもん。だって今日はレンと一緒に練習したい気分なんだもん。離れ離れは悲しいよ。あ、なんだよ離れ離れって、大げさだな。たく、しょうがないな、一回だけだぞ。ほんと？ありがとねんねん。うわ、変なあだ名つけるなよ。かわいくない？ふふ、スパニとも相変わらず仲良しだね。うん、そうだね。みんな、何かあった？え？演奏した時からどこか浮かない顔をしてるように見えたんだけど。あ、その、いつもライブに来てくれるお客さんのことでちょっといろいろ考えちゃって。お客さんのこと？はい、私たちの初めてのファンになってくれた人たちなんですけど、家の事情でいろいろ悩んでいるみたいで。まあ部外者の私たちが人の家のことであれこれ悩むのもちょっと変なんですけどね。でも気になっちゃうんだよね。初めてファンになってくれた人たちだし、それに会わないように。大事な人と会えなくなるのはとっても寂しいから。うん、そうだったのね。でも、もし考えても仕方のないことだとしても、気になるなら考えてしまっていいんじゃないかしら。え？もちろん、どうにもならないことをずっと考えてしまうと、落ち込んでしまうこともあるけれど、それでも気になることなら、とことん考えてみてもいいんじゃないかしら。確かに、このままだと全員気になって、演奏にも影響しそうだしね。そうだね。ありがとう、ルカ。どういたしまして。それで、具体的にはどんなことだったの？昨日のライブの後ね。そんなことがあったんだ。何か、私たちにできることって、ないかな？あったらいいんだけどね。でも、お兄さんはもう来ないって言ってたし、妹さんの方もあの感じだとまた来てくれるとは限らないし。もっと話を聞こうにも、
また会えるかもわからないんだよね。せっかくみんなのファンになってくれた人たちが辛い気持ちになってるなんてやだよ。確かにすごく難しい話だね。うん。でも妹さんの方はまたライブに来てくれるかもしれないんだよね。そうだね。お兄さんも来たら話してやってくれって言ってたし。その時のために何かを準備しておくっていうのも手だね。準備ですか。何をすればいいのかな。やっぱりいつ来てもいい演奏ができるようにしておくのがいいんじゃないかな。妹さんは私たちのライブを楽しみにしてくれてるんだしさ。うん。よーし、じゃあ次のライブに向けてみんな頑張ろうね。Cメロはもっと盛り上げたいな。ダメかな、しほちゃん。あそこはグッと抑えるからこそラッサビが生きるんでしょ。むしろ今よりもっと抑えた方がいいくらい。確かにあんまり緩急はつけられてないかも。明日は気をつけてみよう。うん。みんなちゃんと切り替えて前向きになれてるみたい。よかったな。私も次のライブに向けて頑張らなくちゃ。でもお兄さんはやっぱり辛いだろうな。二人を見てるとどうしてもあの時のことを思い出しちゃう。一緒にいたいのに一緒にいられなくなっちゃった時のこと。あんな気持ちを二人も今感じてるのかな。あれ？どうしたの、咲ちゃん。あ、ねえみんな、あそこにいるのってもしかして妹さん？一人で座ってるけどどうしたんだろう。もしかして家に居づらいからここで時間を潰してるのかな。そっか、一人で大丈夫かな？あ、ごめんなさい、そういうのは。あれって。なんだか強引な感じの人たちだね。っていうかあれ、明らかに何かの勧誘じゃない？え、ちょっと話してください。このこと待ち合わせをしてたものなんですけど、何かご用ですか？レオニードの嘘。もし何か言うなら私も一緒に聞きます。ご用件は何でしょうか？じゃなくてよかった。あのレオニードの星野さんですよね。あ、はい。どうしよう、思わず声をかけちゃったけど
いつも見てたバンドの人が急に待ち合わせしてたなんて言って出てきたら怖いよね。ありがとうございました。それからこの前はすみませんでした。